弘法大師空海ゆかりの88の札所を巡るお遍路、長らく四国の観光産業を支えてきました。やり遂げたな。しかしそのお遍路さんは年々減っているといいます。多くのお遍路さんが使う徳島県にある21番札所大龍寺のロープウェイの利用者数を見ると4万6000人余りと30年前の3分の1以下に減少。そしてそれと同時に起きているのが高齢でも働く人たちの増加です。お遍路さんたちを支援する NPO 法人ではこう分析しています。最近はですね、退職年齢が伸びたり四国遍路をする時間がないといいますか、そういう方々が増えてきているというのが一つ考えられます。お遍路さんの中心は退職した高齢者。しかし近年シニア雇用などで働く期間が伸び、退職した頃には1400キロの道のりを歩くのが難しくなっているといいます。もうね、体力的に参道の階段がとてもじゃないけど無理で、やっぱりどっちかというと気力ですかね。やっぱり札所間が長いところもありますし。そこで登場したのが徒歩ではなく車で巡るお遍路ツアー。車を降りたら境内はすぐそこ、長い距離は歩きません。そんな百何十日も歩けないので楽をさせてお参りさせてもらいます。ツアーは香川県の旅行会社が企画、1人34万5千円で88箇所すべてを12日間で巡ることができ、ほとんど完売状態だということです。年配の方でも回りやすい四国遍路のツアーは今大変な人気です。ただシニア頼みでは四国遍路は先細りになってしまいます。若い世代や外国人にも開かれた遍路にしていく必要があります。お遍路に若者や外国人を。ここ金蔵寺を含む7つの寺がある実証実験を行っています。こんにちは。訪れた参拝客がスマートフォンをポスターにかざし、二次元コードを読み取ると弁財天を描いたキャラクターが。いや、なんか現代的な感じですごいですね。実はこれ NFT アート、デジタル資産として所有権を証明されるもので、それぞれが自分だけの一点物になります。仕掛けたのは寺の僧侶。下の世代ってデジタルに対してのあまり抵抗感がない。やっぱりデジタルという需要ですね、そういうところも絶対必要だろうと将来的には。少しでも関心を持ってもらうきっかけになればと、今後は御朱印のデジタル化などを実現したいといいます。デジタルのお守りであったりとかですね、はい、お賽銭ももうそれもデジタルでと、いろんな方法があっていいのかな。その人にとってはこれが、自分にとってはこれが一番フィットする手段やり方だよということで、変えるというよりは時代に即した、新しい形を提案していくという感じになるかなと思います。このローカルビジネスサテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます。全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますので、ぜひご覧ください。